1月25日日曜日、利根運河出口の土手で柏たこ揚げ大会が行われました。その日町会のテントが並び、寒さよけは十分でした。そして豚汁と甘酒の無料サービスもありました。タコ作りのコーナーもありました。11時開会式の後、いろいろなタコが揚げられました。寒さも風もほどほどで気持ちよいタコ揚げ大会となりました。